さあ始まるよ。キュエミリンこと大松エミですと言うとりますけれども、エミリンチャンネルではなく今回も関西イコイコチャンネルにお邪魔させてもらってます。阪神神戸三宮駅から徒歩3分の神戸阪急さんでお買い物させていただきます。というわけで皆さん、神戸阪急にイコイコ。まず最初に来たのはこちらです。ことしなさんなんですけれども、この前に立っただけでもうすごく興味がそそられてます。今おしゃれなスキンケアブランドもあるし、バスミルクとかお茶とかいろいろあって、ちょっと見させていただこうと思います。気になるのがお茶、お茶めっちゃ種類ありますよ。ここのお店の一番人気商品というかおすすめは何ですか？美容オイル。美容オイル、へえ。お茶の美容オイルは 70% だった。美容になるんです。お茶の実が入った美容オイルらしいです。つけてみるとか可能ですか？ぜひぜひつけてみてください。つけてみますね。美容系 YouTuber になっちゃう私。あ、すごい。トロサラダ。トロサラです。はい、最初トロッとしてると思ったら、こう伸ばしてみるとサラッとしてます。ちょっとテンション上がってきました。これ気になってるんですよね。これスクラブですか？あ、そうなんですよ。シュガースクラブで。へえ、これ手とかですかね？顔以外であれば。すごい、こう見るとすごいですね。めちゃくちゃ種類あるんですね。あ、そうなんです。一通り揃えていただけると思います。ボディ系とか、まあ、ヘアケアだったりもありますし、普通にあのシャンプーとかもあるってことですか？あ、そうです。シャンプーもシャンプートリートメントで。へえ、すごい、シャンプートリートメントまであります。京都のホテルで使ってるんですって。京都のスキンケアブランドってだけでなんか響きが素敵ですもんね。すごく。トラベルキットとかもいいですね。今年47都道府県全部回るっていう企画やってるんで、個人的にはトラベルキットも気になる。ハンドクリームもいいですね。ハンドクリームつけてみてもいいですか？グリーンティーの香りのハンドクリームですって。はいはい、こんな感じで。あ、めっちゃ伸びる。めちゃくちゃ伸びるんですよ。なんですけど、馴染ませていただくとそんなにベタベタはしないですね。ちょっとの量ですごい伸びるのでお得ですね。いい香りします。高級な温泉旅館の香りがします。私すごい乾燥が最近ひどいんですけど、全身何がおすすめですか？そんな乾燥肌に、さっきつけていただいたオイルを化粧水の前につけていただいて、ブースター代わりにしていただくなるほど。このオイルを導入美容液として普段使ってるスキンケアの前に使うと乾燥がマシになります。へえ、どうしたらいいですか？私これ選べないんですよ。これ良くないんですけど、ハンドクリームめっちゃ良かったんですよね。すごいいい香りのハンドクリームで、これなんですけど、お値段もそんなに高すぎなくて。ハンドクリームをいただいてもいいでしょうか？楽しみ。これお茶が入って、あのグリーンティーの香りのハンドクリームなんで、使うのがすごい楽しみです。お茶も気になってるんですよ。あ、お茶です。はい、はい、お茶もなんかそうめっちゃ種類あるんですよ。お茶何がおすすめですか？おすすめですか？こちら抹茶入りの煎茶。抹茶入りの煎茶、魅力的。これで入ってるってことですもんね。そうです。あのお湯出す入れるだけですよね。あ、めっちゃいいな。生姜ブレンドもちょっと気になるんですけど、これ生姜が入ってるんですか？そうなんですよ。乾燥生姜が入ってて、うんうん、でまあ、煎茶は別なんで結構あっさりめなんですけど、ちょっとピリッとスパイシーっていう。なるほど。私うわ気になる。あ、いいんですか？はい、やった。こちらは生姜のお茶で、ありがとうございます。はい、ぜひぜひ。まずこちら、はい、生姜ブレンドです。煎茶の生姜ブレンド。あ、おばあちゃんのお家でなんかおばあちゃんがなんかいいお茶買ったのよって言ってそっと出してくれる感じ。あったかい家庭の中にでもなんかしっかり生姜の風味もしてて本当にあったまる、この冬飲みたいお茶です。おいしい。これは水出し玉露っていうあの水出しのお茶らしいんですけど、あら、これは品のいい。お茶の風味とかお茶の苦味とかちゃんとしっかりあるのに飲みやすい、さらっとしてる。2種類飲ませていただいてどっちもマジで美味しかったんで、ここのお茶は全部美味しいっていうのはもう確定しました。これで美容がまあメインなんですけど、はい、スキンケアブランド、京都のスキンケアブランドで、まあ、こちらのチェーンさんからお茶飲みをいただいてるっていう感じです。なるほど、はい、というわけで今お買い物させていただきました。お茶とハンドクリーム、そしてなんとプレゼントまでいただいちゃいました。しかもプレゼントなんかめっちゃいただいちゃいました。ありがとうございます。ちなみになんですけれども、神戸阪急さんの新館の1階から3階が阪急モード神戸といって、ファッションとかカフェとかインテリアブランドをミックスしたモードのフロアになっているそうです。だからこんなにおしゃれなんですね。じゃあ次行きましょう。はい、行こう行こう。すでにめちゃくちゃいい香りがします。
見てください、このなんか美しい色彩のこの感じ。ハーンさんというところなんですけれども、可愛い系のいろんなものが売ってそうです。こんなおしゃれなシャンプーとトリートメントお風呂場に置いてあったらもうテンション出来上がりですよ。ハンドクリームもあるし、これはなんだ、ソープウェイル、これは石鹸ですか。そうなんです、石鹸の壁になっておりまして、石鹸の壁、日本では初めての石鹸のボールっていう風に食べていただいてます。なるほど、素敵。これがメインの、素敵。なるほど。なるほど。ボディ、ヘア、ハンド、でも石鹸、あ、フェイス。これは何ですか？スパブランドですなので、スパで使用するオイルとかも。なるほど。じゃあこれオイルで、ね、家でマッサージしたらもうセルフマッサージができるっていう。めっちゃいいですね。ギフト。あ、なるほど。あとお部屋のルームフレグランス。すごい、何でもある。一番人気の香りの、はい、一番人気の商品は何ですか。一番人気でいうとシンボポゴンっていう香りがあります。シンボポポポポポゴン最後でレモングラスとラベンダーの香りになってますので、ぜひお出しさせていただきます。シンボがレモンでポゴンがラベンダーかな絶対違う。ハンドクリームで、あ、ハンドクリームありがとうございます。はい、あ、失礼いたします。まず香りを。めっちゃいい。オーガニックの高級なスパでこういう香り香ってるよねっていう香りの代名詞を少しレモンで煮て、レモンのいい部分抽出してギュッとラベンダーを絞った感じです。あ、レモン絞った方がいいか。ラベンダーを煮詰めてレモン絞った感じです。この香りの何かを買います。じゃあ一応じゃあ香り比べということで、もう一種類おすすめを、はい、ジュニパーの、ジュニパー、いろんな精油が入っている香りなので。なるほど。個人的には複雑な香り、複雑な香り説明させていただいてます、ありがとうございます。本当だ、複雑な香り。あ、めっちゃいい香りなんだけど、何の香りに似てるとか言われたら表現しづらい。難しいと思います。お花のような。そうですね、木々のような。すごい落ち着く、いい香りです。こちらの扉は下に、これ何なんですか。はい、この奥がスパのお部屋になっています。よろしければ中を見せる。ちょっとじゃあ見せてもらいます。はい、すごい。あ、すごい。もう本格的な、本当にガチスパだ。そうですね。すごい、急になんか異空間に来たみたいな。すごい。ではタイのスパも一緒にさせていただけるので。すごい。ちなみにスパってどれくらいの料金なんですか。スローライフっていうのが全身のケアになってまして、90分で 17,600円。なるほど。で、あのホテルスパの半額ぐらいの金額ではさせていただけるので。なるほど。スパの良さですね。もちろんスパだからお高いは高いですけど、スパ界の中では比較的私も優しいお値段だなと思います。ここがルームフレグランスと、はい、これ香水ですか。こちらもルームフレグランス。あ、フルタイプですか。そうなんです。なるほど。これがチャームになってまして、はい、この中が紐状にスルーズタイプってことですか。そうなんです。大沼だったりとか。なるほど。あとはクローゼットとか。はい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 。わ、それも素敵。ダナンの香りになっております。いい香り。もうほんとタイです。天然の精神安定。なるほど。天然の精神安定で素敵ですね。確かにリラックス効果高そう。これいいかも。レモングラスとラベンダーのやつもあるから、これね、ちょっとクローゼットとかに吊るしといたら。あ、いい香り。あとは東京もございます。東京嗅いでみたい。ワンサーブにはタイのサーブになっております。あ、いい。東京いい香りです。やっぱ最初のね、おすすめしていただいたこれにしようかな。プーケットのレモングラス&ラベンダーで、これ私あのお洋服の棚に吊らせていただこうと思います。というわけで今買ってきたんですけれども、このショップのバッグも非常に可愛いです。今回私は自分用ですけど、ギフトにもすごいいいなと個人的に思いました。では次のお店に行きます。行こう行こう。というわけで続きまして、アベダさんに来させていただいております。ヘアケアとかスキンケアがメインのお店なんですけれども、私ここのシャンプー過去に使わせていただいたことあってすごい良かったので、今日はだから何を買わせていただこうかなという感じなんですけれども、ブラシがなんか有名って噂は聞いてます。ちょっと聞きますか。その辺もいろいろと。ブラシがやっぱ人気なんですよね。大人気です。大人気なの、はい、これ何にいいんですか。頭皮のこうマッサージができるようなブラシになっておりまして、はい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 、グローする時だったり、まあ、寝てる時とかも使えるんですけど、頭をこう柔らかくマッサージすることによって血流がよく流れるので、なるほど、入る髪がきれくなる。あ、入
なるほど、未来の髪の毛の予防までしてくれるんですね。今こういうのが人気ですよっておすすめをいくつか教えていただいてもいいですか。ボタニカルリペアっていうシリーズ、流しトリートメント、はい、もちろんエミリーさんも今髪を染められてるので。染めてます、はい、ダメージだったりとか、うんうんうん、あとは紫外線だったりとかそういったダメージの補修になってくる。なるほど、お風呂最低限しか入らないタイプの人間なので、なんかそうせめてものをちゃんとしたものを使おうって最近思っていろいろと調べているんですけど、こっちは髪の毛にアプローチする方ですか。そうです、うん、髪ですね、乾燥とか、まあ、ちょっとパサつくなっていう髪の方にはおすすめですね、うんうん、1位はこれは何ですか。頭皮の美容液です。お風呂頭皮の美容液つけたことないです人生で存在するんだみたいな、うん、毛もだんだんやっぱ細くなってきたりとか、はい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 、ストレスとかを感じるだけでも細く髪がなってきちゃったりすると色が入らなくなったりとか。そうなんだ、畑耕さないといい野菜にならないみたいな感じで。めっちゃいい例えを褒めてもらっちゃった。してくださって、なんか頭皮耕さないといい毛は生えないよっていうことですよね多分。なるほど、わかりやすい。え、何があるんですか。頭皮用のシャンプー、頭皮用の美容液、あと頭皮用の何がありますか。クレンザー。クレンザー。お顔もそうですけど、はい、クレンジングって洗顔前に絶対するじゃないですか。はい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 、いわゆるああいうものの頭皮用があるんですね。あります。1月から出てるちょっと新作になるんですけど、はい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 、皮膚科と8年の月日をかけて皮膚科と8年の月日をかけて作ったんですって、はい、ごめんなさいそのまま言いましたけど、今新しい頭皮のアプローチじゃないかなと。そうなんだ、え、気になる。めちゃくちゃいいです。これ香りよかったら香っていただいて。はい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 、はい、香り感じます。あー優しい、なんかオーガニックって感じですね。リラックスする感じの香りがするから、まあ、本当嫌いな人がいないというか。カメラを使って髪の毛とか頭皮とかをちょっと拡大したものを見れたりするんですけど、はいはい、それに合わせてどれが一番合うのかっていうのが確認できるようになってて。へー、よかったら見ていかれますか。せっかくなんで、はい、可愛いですね、こんな感じです。初めて見ると思うんですけれども、はい、え、これはいい悪い、正直に、まあ、カラーをしているのでどうしても、はい、あのダメージっていうのは少しあるんですけれども、はいはいはい、分かりやすいのはこの鱗の状態ですね。鱗がはっきり見えていると髪って綺麗な状態です。なるほど、でユータはちょっと見えてないですもんね。ちょっと薄くなってきてるので、はいはいはい、やっぱりダメージを受けるとその鱗っていうのはだんだん剥がれていって、上よりも下の方が毛先の方にかけてこう細くなるっていうのが剥がれてきている証拠になるので、おそらく少し剥がれてきてしまっている状態。髪が傷んできてるみたいです。じゃあ私の髪は、ヘアマスク、それこそさっきお伝えしてたあの1位のもの、あれを週に1回置いていただいて、しっかり流していただくっていう風にしていただくと、はい、髪のキューティクルっていうのが、違う成分でしっかりと補ってあげて、なるほど、髪をきれく再生してくれるようなものになるので、はい、次頭皮も見れるらしいです。だから頭皮が怖いんですよね。私結構乾燥してるからこういう感じで頭皮も見えるらしいんですよ。これ一瞬で分かるんですか、頭皮の状態が。分かりますよね。あ、綺麗です。あ、よかった。あ、ありがとうございます。初めて言われました、お若い頭皮。透明っぽいような感じで、このあたりがちょっと濁ってるの分かります。本当だ、濁ってる。多分血流がちょっとあの不足していて、はい、血行不良になってしまってるので頭が疲れている状態ですね。あ、疲れてるんだ私今、まあ、この時間なのでだいぶもう肩も凝ってきて頭も使って疲れてきてるんじゃないかなと思います。本当だ、本当に色が変わってます。一つの毛穴からだいたい 2,3 本太い毛が生えてるといいと言われてるんですけれども、はい、ちょっと一本のところ細い子たちが多くなってきてるので、はい、ここはよくちょっとマッサージをしてあげて、はいはいはい、先ほどあの言っていただいた畑の中の状態をきれくする必要というのが高い。なるほど、はい、抜け毛だったりとか細毛になっていく前に早く頭皮用のスカルプを使ってくれる。頭皮用のやつでおすすめだと何ですか。乾燥だったりとか、うん、っていうところがちょっと目立っていたので、はい、なるほど、いい香り、ねうん、多分こっちの方が好きなんじゃないかなと思います。ありがとうございます。いい香りです。はい、じゃあ買います。毎日頭皮をマッサージするって多分ね、結構頑張らないとあれなんで頑張ります。というわけで今阿部田さんでも買い終わりまして、3店舗今日は回らせていただきました。もう私は今すごく楽しいです。これから帰ったらお茶を飲んで、あの香りのやつかけて、でしっかり頭皮をあのケアしていきたいなと思います。今日ここがね、来させていただいたのが阪急ビューティーというところで、結構こういう系のなんか最新の美容系の
ものだったりとか、こうおしゃれな素敵なギフトにできそうなものだったりとか、まあ、日常で使えるようなものもたくさんあるので、ぜひ皆さんよかったら遊びに来てみてください。ターンキュービューティーさんでいこいこチャンネル見たよと言っていただけると、何か素敵なサンプルがもらえるというあの特別なキャンペーンもやっておりますので、よかったらぜひ概要欄に詳しく書いておくのでチェックしてみてください。もらえるお店はこちらとなっております。皆さんの行きたいお店はあるでしょうか。次の動画でも関西に行こう行こうと思ってもらえるような素敵なお出かけスポットを紹介していきたいと思いますので、皆さんチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。神戸阪急に行こう行こう。バイバーイ。